やば。ちょっと待って、やば。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 やばやばやば。もう無理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 。無理だこれ。えぐすぎる。ルールを説明します。逃げる側は最後まで逃げ切れれば OK。メインとサブは両方使っても良いです。今回のルールは、トーピードから逃げる鬼ごっこなので、撃ち落とすのはなしにしてます。再び参上。もう一回、もう一回、泣きのもう一回お願いします。声。無理だ。もう無理だ。じゃあ、もう全体あり、全体使おう、全体。狭すぎるんやな。全体使います。だから、これ逃げるぞ。この、全体使ったことによりしっかりと逃げていける。助けて。助けてくれ。来た。危ない。なんだこの鬼ごっこ、危ない。こっち来れないやろ。ここ、無理だろ。あ、来れるのか。やばい。だんだん逃げ場が確立されてる。やばいです。助けてください。オッケー。逃げ切った。とりあえず逃げ切った。やばい。危ない、死にかけた。うおー。あ、こっち行き止まりや。行き止まりや、このレール使って。ふっ。ちょっと待って。忙しい。逃げるだけで忙しい。行き場がない。ここ行くしかない。あー、落ちた。やべ。爆発しないやつがちょいちょいいる。あー、爆発しない。あ、マジか。スプラッシュボムみたいに落ちてきた。はい、ではせっかくなので観戦モードで上から見ていきたいと思います。で、ちなみに改善工事によってこのバッテラストリートっていうステージが広くなったんですよね。最初の画面でも多分分かったと思うんですけど、ちょっとね、あの周りが広くなっている。あ、これ相手チームの目線だったのか。あ、こんな感じで追ってるんだ。もう始まってる。やばいな。あ、終わった。すでに終わった。逃げ切れることなく終わってしまった。北斎上にいますね。あ、降りた。北斎上から降りてしっかりと逃げてるけど、トーピードやば。武器が北斎だからもしかしたらちょっとだけ逃げやすいかもね。うおー、もう落ち着かないね。安全地帯がないやん。あ、インクなくなった。難しそう。もうね、ガチで逃げるわ。本当に、タチオパーキングっていうめちゃくちゃ広いステージで、で、このカーリングボムがあるから、これうまく上に登れると、もうガチで逃げる。今回は、ガチで逃げる。あ、来てるね。まあ、とりあえず上に逃げますか。とりあえずね。とりあえず上に逃げると。追ってこないでほしいけど。まあ、来ますよね。来てるな。サブしか使ってない。よし、逃げよう。もう、上まで来たけど。やばいな。3人で来たか。一回降りるか。もう、この広いステージだったら俺、逃げれる気しかしないんだけど。もう、逃げる方もガチだから。逃げる。危ない。おめで。強い。これ、せこい。よし。逃げ切ればいいんや。逃げ切れば。誰かなんか、落ちた。あ、走ってる。バレてないんじゃない?私。あー!バレた!逃げろ!やっぱカーリングボムあると逃げやすいな。あと、広いから、ステージが広いから。強い。あ、危ない。やばい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 
これさ、これさ、さっきさ、俺壁にね、壁にインク塗っといたんだけど、もしかしたら、壁に貼れてたら食らわないんじゃないか。ちょっとやってみようかな。ここ、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 ここ。この壁に、貼り付いて、これなら俺やられないんじゃない？もしかしたら。え？ええー